使うのはタイムマシン。マーシャル諸島とかにしたらどうなるのかな。ボイスオーバーは使わないよね。これ多分バグだと思う。これコマンド R じゃねえの。できてるのか。こんにちは、こんばんは、ベンジャミンラボです。よろしくお願いします。はい、今宵はですね、これですね、M1。M1 マックの設定。私もともと、こっち持ってますから、マック。ね。こいつを、こいつに移したいと。こいつを、こいつに移したい。ってことです。このマックから、このマックにデータを移動したい。使うのはタイムマシン。これが簡単らしいんですよね、どうやら。いろんなまあサイト、ブログ見て、学んだんで YouTube 見て。多分大丈夫です。こいつから、こいつ。一回、タイムマシンでデータをハードディスクに入れます。一回ハードディスクにデータを移動します。で、移動したデータを、こっち。初期設定の時にハードディスクを通じてタイムマシンでこいつに入れます。タイムマシンを経由して、HDD でね。こいつから HDD でまず逃がしますデータを。すべてのデータを。まあ、こいつにいるんですけど、別にコピーするって感じですね、タイムマシンで。そのタイムマシンの HDD を持ってきてこいつに入れるってだけです。これからやってみます。はい、まず開く。はい、日本語ですね。これ日本語にします。で、開くとこうなる。もう、いきなり開くと。もう買ったばっか。もう、つい30分前に届いた。5分前から。ちゃ、10分前から。日本語にします。日本語を押す。国また地域。日本だよね。そんなのね。これ、これさ、マーシャル諸島とかにしたらどうなるのかね。それ日本。MacOS にはボイスオーバーと呼ばれるスクリーンレーダーが内蔵されています。何？ボイスオーバーの使用方法が分かっている場合は、コマンド F5 キーを押して、ボイスオーバーをオンにしてから Mac を設定してください。いい。ボイスオーバーによる Mac の設定方法を学習する場合は、エスケープキーを押してください。やだ。日本。ボイスオーバーは使わないよね。入力文字及び、音声入力の言語。何？これでしょ、多分。入力文字および、以下の地域では、下の言語よく使用されます。これ？知らねえけど続ける。アクシビリティ。いいよね。とりあえず今はしないでしょ、これね。回線ね。回線はもう何でもいいや。めんどくせえ。Wi-Fi の、飽きちゃった。これさ、ランの方が楽だよね。これ、いる今。いるか。はい、OK。調べてきた。パスワード。Wi-Fi のネットワークの設定でさ、パスワード入れなきゃいけないの。これ、超めんどくさくないですか？もう、何これ、データとプライバシー。Amazon で、なんでも。読まない。イコアシスタント。これですね。このイコアシスタント。こやつ。もうこれですね。Mac、タイムマシンバックアップ、起動ディスクから。続ける。AC 電源を接続。この Mac はバッテリー電源で稼働しています。移行する前に Mac AC 電源に接続することを強くお勧めします。電源つけてください。つけろって Mac が。で、さらに、これね、こいつが人です。こういう、なんていうの、ハブ ?1 個しかないんで C が、C が2個しかないんで Mac って、今。だこいつで、その、俺が使うね、これなんですよ。HDD は。これ。もうすごいけど、見て。Mac タイムマシン。これなんですよ。これね、USB-A なんです。これね、刺さんないんですよ。悲しいことに。なので、こういうジョイント。私はこれも買った、これ買ったけど、なんでもいいんじゃないですか？お好きなの。アンカーとかの方がいいんじゃないですか？あれだ。これはね、安いよ。1,500円。ちょっと記憶にないですけど。結構ね、前に買ったんだよね。買わなければーと思って。こうか。これ。まあ、なんてことない。普通だね。至ってね。C、カードリーダー、USB-AA、HDMI、端子。これをジョイントします。で、こういうのって意外とね、互換性があったりするから、起動するよっていうのを買った方がいいですよ。コメント欄で。それ絶対。うん。それ絶対です。で、これ大丈夫だって書いてあったんで。
で、心配な人はアンカーとかの方が絶対いい。で、これ差し込みます。これ起動しなかったら、そんで、これ起動しなかったら、これ感知しなかったら、今日はもうこれ終わりです。できませんね。おっ。あ、刺さったね。こいつ動いたから。多分大丈夫。はい、来ました。見える？タイムマシン用ってなったから。これちょっとアップにするか。こんな感じで。ね。この Mac に情報を転送。ってなりました。転送元の Mac、タイムマシンバックアップ、または他の起動ディスクを選択してください。これ選択ですね。選択。で、続ける。パスワード。僕を解除。で、これね、コツじゃないけど、おそらく、最新の OS にしないとダメですね。今ならビッグサー。ビッグサーにしてから、ビッグサーにしてからタイムマシンで、旧 Mac のデータを取り込んで、からこいつに入れる感じですね。だから、ビッグサーじゃないと多分ダメですね。おそらく。これ選ぶ。なぜか、最新のバックアップ、今日の21時15分21秒。アメリカ太平洋基準時間ってなってんだけど、なんでだろうね。日本時間のくせにね。これ多分バグだと思う。もうちょっと待つ。ちょっと怖いよね。アメリカの21時って何時？舐めてるね、これね。わかんねえけど、多分これでいいっぽい。最新の。だってこれしかないもん。この Mac に転送する情報、全部だね。全部。最新で撮ったのは私これね、30分くらい前に最新で撮ったんで、タイムマシンで。まあ大丈夫だとは思うんだけど、何せね、この辺はね、込み入ってるんですよね。うん。これちょっとどうだかわかんないけど。で、こいつは大丈夫でした。うん。起動しました。このね、ハードディスクがめちゃすげえ音するんだよね。もう古いから。正味使いたくないね、もう。はい。全部出揃ったので、ね、全部出揃ったので、続ける。利用規約は、ま、同意。MacOS ソフト利用規約、同意し、同意する。はい。そうするとね、情報転送中で始まります。一瞬っていうか何も悩むことは何もなかったです。悩むことは何もない。めちゃくそ簡単です。で、転送がですね、1時間31分でした。っていうことですね。こいつは大丈夫でした。1600円ぐらいのハブ。ね。それに A。この USB-A をつないで、ここで C でつないで、で、電源供給して、それで今、ハードディスクからタイムマシンでね、Mac、この Mac に転送してます、情報をすべて。これでコピー取ってね、今日取ったんで。で、合計ファイルがね、300GB ぐらい。300GB ぐらいで、1時間31分です。結構すぐ終わるよね。思ったより。それで全てがこの Mac インストールされます。情報も全て。で、これが絶対必要なんで、これ。まあ、このハードディスクが C ならいけるんですけど、C ってことないと思うんで、まあ、A だと思うんで、これが必要です。これないしはこれ買ってください。それと、タイムマシンでね、バックアップを取っておくってこと、事前に。それだけです。はい、それでは1時間31分後。アディオス、アミーゴ。いやー。バグってますね。フリーズしてます。最悪の結果です。タイムマシンからできませんでした。できないのかわかんないけど、なんかフリーズしてますね、完璧。なんで？どうしよう。情報転送中、残り14分で止まっちゃいましたね、完璧。かれこれもう1時間ぐらい経ちますけど、これ。止まっちゃってます。一応キャンセルします、もう。しょうがない。よっ。できたか？できてるのか、もしかしたらできてるのかもしれない。一応名前出てるんで、ちょっとわかんないけど、今はしない。だね、これわかんねえんだよね、なんか、これでいいのかとか、いまいち。資料は有効にしません。Mac にある貴重なファイルをすべて Android の保存中、どこからでもアクセスできるようにします。まあ、いっか、よくわかんないけど。わかんない。タッチ ID。なんでもいいね、外観モードなんてね。これなんでもいいっていうかね、これね、まずこの、移動できたのかっていうのが一番でかいんだよね。これ初期設定できないと超だりよ。うん。できてないね。最悪。最悪です。できてません。ちょっとね、新たな方法を模索します。ダメですね、これ。はい。それではですね、これタイムマシンからね、なんか、初期ではできなかったので、バックアップがね、バックアップ取れたんですけど、なんか移動できなかったんで、今、さらにまたやってみます。まずリンゴマークを押します、ここの。
で、再起動。再起動かけます。それで、コマンド R。押し続けます。コマンド R。あれ？コマンド R じゃねえの？ユーティアリティが出ねえな。あれ？そしたら、タイムマシンがない。アプリケーションホルダー。うん、これなのかもしんない。今あったイコアシスト、ここの中にあるね。ここの中にこれ。イコアシストが。これ。ランチャーの中にありますね。そんでこれでやってみましょうか、もう一回。これが無理ならもう直で、Mac で行くしかないですね。タイムマシンから、キャンセル危ねえ。タイムマシンからイコアシストにして、これ別の Mac または Windows PC がある場合は、新しい Mac に転送できます。タイムマシンバックアップまたは別のディスクから情報を転送することもできます。続ける。これで行くしかないですね。転送元の Mac、タイムマシンバックアップまたはディスクをセレクトしてください。選択してください。これですね。GW 変更ない。続ける。これが悪い。これ出るじゃん、ここで。これ。これだよ。なんでアメリカ時間なのかってことです。ちょっとこれさ、時間直せないんすか？わかんないよ。これさ、なんでアメリカ時間になっちゃうの？バカなんじゃない？もう一回やってみますね。リコーアシスト、続けます。まさか。あれ、14分待てばよかったのかな？なかなかなんなかっただけかな？転送者情報の選択を終了してから続けてほしい。いや、これできなかったやだよ、マジで。はい、またマジですね。はい。はい、こんにちは、こんばんは。ベンジャミン・ラボです。結局ですね、この Mac に、このね、昔の Mac、で、昔の Mac のデータ昔の Mac をこいつにね移行データをね丸ごと移行全ての設定が何かを移行したいのにこのタイムマシンこいつですね HDD こっからこれにタイムマシンでデータを送ってバックアップを取ってそんでこいつからこっち新しい Mac にデータを移行しようと思ったんですが、できませんでした、なぜか。なんかね、こいつ、で、チップセットが M1 じゃないですか、これは。M1 Mac 新しいやつ、2020年。こっちは2017年のインテル Core i5 の Mac。で、OS はもちろんビッグサーにしたんですけど、両方とも。なんか知んないけど、ダメでした。で、おそらく、こいつを、昨日、まあ、新しいビッグサー 1.11 だったんですよ。1.11 にして、こっちに入ってるのが 1.01 だったんですよ、ビッグサー。だからダメだったのかもしれないです。一旦その初期設定の時でやるなら、だってこいつが 1.11 のビッグサーでバックアップを取って、こっち新しい Mac が 1.01 で、初期設定の時で、初期設定でこいつに行って、1.11 をこいつにやって、ビッグサー。で、1.01 のこっちのは多分入んなかったんですね。ダウングレード。多分入んです。これです。これが原因だったんだと思う。だから、しょうがなくこいつを普通に起動させて 1.11 にアップデートしてからタイムマシン経由ではなく、直接 Wi-Fi で繋いで Wi-Fi 経由でデータを移動しました。でもね、時間は200ギガで2時間ぐらいでした。で、こっちだとおそらく1時間半って書いてあったので、30分長いけど全然 Wi-Fi でもできました。移行アシストの、この Mac からこっちの Mac に移行するってやり方ですね。それ簡単です、結構。変わんないです。タイムマシン経由と。だからね、そういうのがあるから、それがいいのかもしれない。多分ね、OS は揃えなきゃいけないんですよ。バージョンをおそらく。OS のバージョンは揃えないとできないとね。で、タイムマシンもおそらくそうなんですよ。だからこいつは初期化しちゃうんですよね、一回。Mac 自体を。って感じです。一応できたので、まあ、よろしいですね。はい、できましたので大丈夫ですね。結局。だからおすすめは、Mac から Mac への移動は、タイムマシン経由ではなく、Wi-Fi で Mac でいいと思う。全然、すべてのデータを移行できました。ただ、その Google 系、Google Chrome とか使ってる人は Google Chrome は入れ直さなきゃダメですね。
それぐらいですね。あとはすべてのアプリからすべて何もかも全部できます。こっちで。こっちからこっち。これ経由しなくて。ただ、バックアップはタイムマシンで取るので、タイムマシンのあれは必要ですね。って感じです。はい。それでは、失礼いたします。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。